最近つくづく思うんですけど一流のの人人はは変変変化化化をを望望むんんででですすね普通まなないいしきよそもそも柔軟性を保つっていうのはものすごい難しいことですからね。ということで本日はジョン・ヒック先生による我々が現実を構築していく各ステップの話です。 はい。ジョン・ヒック先生はイギリスの宗教哲学者、神学者ですね。もともとはバリバリのキリスト教福音主義者だったんですが、後にキリスト教だけが唯一無二の本物の宗教であるという考え方ではなくなっていったようです。それでは今回は、自然的観点、倫理的観点、解釈行為、 宗教的観点などの話をさせていただきます。まず自然的観点です。ヒック先生曰く人間はこの観点からスタートするんだって言うんですよ。この自然的観点っていうのを簡単に説明すると、一人称の観点なんですね。私だけの観点です。独画論の仮説の真偽を証明するような出来事はこの世界には存在しない。 独画論というのは、この世界に存在しているのは私だけっていう考え方ですね。私以外の世界のすべては私の脳が作り出しているだけであって、実在しているかどうかはわからんっていう考え方なんですよ。その独画論が正しいのか間違っているのか、それを証明することはできんって言ってるんですね。 哲学が証明できるのは私が存在するということだけであり他者の存在は証明できない哲学的には世界のすべては私の中に存在するのであり他者は私の世界の中に存在するに過ぎない私だけが実在し他の人は人間のように見えるだけなのかもしれないっていうですねヒック先生はこのような一人称的段階から次の段階にステップアップするんだっていうんですねそれが倫理的観点です ここにおいて他者が立ち現れます。どのような原因により我々は物質の存在を信じているのかと問うことはできる。しかしそもそも物質は存在するのかと問うのは馬鹿げている。それは全ての推論において前提としなければならない点であるっていうんですね。つまり、読画論の真偽を証明することはできないにしても、とりあえず知り添けておこうということなんですね。 独画論を否定することによって我々は類比的に他者の心の実在を信じることができる。ある状況において私が行動する道徳的義務があると感じるということは私の世界が同時に人格的関係の世界でもあると気づくことであるっていうんですね。つまり他者がいることで自分はどう振る舞うべきかという問題が発生するわけですね。そして道徳的義務が発生するということなんですね。 他者には他者の世界秩序があり自分とは別の世界意義が存在するということを意識することで私は直接的あるいは潜在的な才にさらされるっていうんですね道徳的な人格というのは環境への自由な応答を通して徐々に作られるこのようなプロセスを通して人間は無視や愛勇気といった特質を発展させることができるんだっていうんですね このような他者がいることで可能になる自己の成長がベースとなり、次の宗教的観点っていうところに行くんですけど、その前に解釈行為について触れさせてください。解釈なんですが、知識とは未知の外部の原因からの結果ではない。そうではなく、我々が能動的に環境を解釈することで明らかになる現実であるって言われるんですよ。つまり、私たちの現実とは私たちの解釈に他ならないって言ってるんですね。 全ての経験は概念的解釈であり、言語的意味によって満たされ、変形され、色付けされている。解釈行為によって我々に物質的世界が実在として現れる。そして我々は世界を探求し、その中に住むことができるようになるんだ、って言われるんですよ。 ということでですね、宗教に関する事柄もですね、我々のこの世界に対する解釈なんですね。そして現実であるということなんですよ。それでは、神学者ヒック先生の言う最終ステージ、宗教的観点です。神との意識的な関係に入るということは、世界を神の愛によって統治されたものとして見ることであり、それぞれの個人が無限の価値を持ち、すべての人類がその中に含まれていると信じることである。 問題は世界との関わりの中から神を信じることができるかどうかということでありそれが自然の中の超自然ということの意味であるって言われるんですねこのようなヒック先生の宗教的観点の可能性というのは十分感じられるんですがただ宗教を悪用しようとする人はあまりにも多すぎるそこが困りものかなって思うんですがどうなんでしょうということで本日の ジョン・ヒック先生の解釈と現実の創造についての話でした。ありがとうございました。それではまた次回でお会いしましょう。さようなら。